魔術師クノンは見えている、星4。くっそ強いカゴを手に入れる代わりに何らかしらの身体的欠損が現れるという世界で、視力ゼロの水のカゴを手に入れたショタは初めは絶望していたが、魔法で目玉を作ればええやんと発想を逆転させるのよなるほどくんとなったためにそこから、ヘレンケラーを始めるというシナリオ。前半の自分なんてと腐った表現をした後の、物の見方が変わった後からのくっそ激烈に訓練して可能性を追求する人格に変化するあたりのシナリオがくっそ激烈にお上手であり、主人公の婚約者が、貴族の義務だけどこれから毎日この自殺志願者の顔を見続けなければならないなんて気が滅入るわから、魔術に目覚めた後の主人公に会ってからの評価の変化だったり、アンサリバン役のメイドの底抜けに明るい性格設定だったりシナリオと作画がくっそ激烈にお上手。生まれた時から目が見えないので、赤という色が何色なのかを自分で構築していかなければならない、見えている世界が違うという表現とかが、この作家がちで目が見えないんじゃないのかと思えるほど初めから目が見えない人族の表現がお上手。とりわけこのクッソ激烈に陽キャのメイドのおかげでクッソユーモアのあるクッソ激烈に明るい性格になったりと、なせばなる、なさねばならぬ、何事もがとてもよく描けている漫画。クッソ激烈に面白く、クッソ激烈におすすめ。